はい、どうもこんにちは。今日はね、てっぺんの動画になります。よろしくお願いします。はい、で、今日はね、3色のデッキ、以前から使っていた高デッキなんですが、診断が出たので、診断のね、カードを交えてデッキ構築をしてみましたんで、そのデッキでね、ランクマッチをやっていきます。ということで、よろしくお願いします。で、デッキなんだけど、今回新しく追加されたパックで、めちゃくちゃ強いのがこいつ、無の境地。で、これレウスの激鱗と違って普通の攻撃力アップ以外のアクションカードもカウントされます。なんでね、この予知とか突進とかフックショットとかね、あとはこの打ち消しでもカウントされるのがかなり強いですね。で、このデッキ結構カードの消費が激しいんで、まあ、レジェンダリーって1枚しか入れれないんだけど意外と引ける。カード結構回転率が激しいんでね、レアを引く確率も他のデッキに比べたら倍ぐらい高いんでね、全然1枚でも OK。まあ、つか1枚しか入んない。あとはこれですね、エードランス。この EX ポケットのカードをコピーする。で、まあ、このデッキね、結構事故率がね、高いんで、まあ、今回このオロっていうカードも入れて、ユニットカードを増やしてます。で、あと、こういう予知とか、あと、砂塵とかもそうなんだけど、まあ、ユニットが手札にない時に、もう高速で回してユニット引かなきゃいけないんでね、それを回すって意味でもね、エートランス入れてますね。これは条件なく使えるんで、単純に、まあ、効果なくても回すって意味で使います。で、これとね、エートランスで EX ポケットのカードコピーするとしたら、無の境地、まあ、これコピーしたらやばいね、マジで。このカード、まあ、他はあとはなんだ、突進とかこの辺コピーしたいですね。まあそんな感じで他は既存のカードと変わんないかな。診断はだからこのレジェンダリー2枚を入れただけとなっております。じゃあ早速動画の方を見ていきましょう。お、チュンリーか。百裂客のチュンリー、C2 の星5か。結構格上か。手札、あ、手札まあまあいいね。ユニットが2ついるんで最初にこなしていく。すいません、カードの名前忘れました。で、バーシルを配置したらどんどんバーシルで、あ、これあくびチュンリーの構成なのに百裂キックだった。結構相手アイルートなんか、あの MP 増幅するカード出して MP で有利取ってくださいから、ね、まああんま関係ないんでね、こっちは。さあガンガン強化して、まあ結構手札がねいい感じなんで特に問題なくいけそう。でもこのデッキね、緑とかに、ね、有利に立ち回れるんでね、除去系がないのでかなり戦いやすいです。さあガンガンカード回していきましょう。で、ちょっとバーシルやられそうなんでシールド入れたいな。どうしよう、待って、いや飛行だな、飛んだ方がいいな、飛んでいきましょう。で、手札にね、あのレジェンダリー竜のカードがあるんでかなりいいっすね。で、シールド入れていく。で、昇竜拳が打てるんで、速攻昇竜拳を入れて、で、これのあと突進したらかなり、あー、竜入れるか。竜を入れて、あ、やば、ちょっと待ってよ。封印されてるな。せっかく飛行入れたのに封印されてるんで、これはやられますね。あー、ミスった。竜入れたのがちょっとミスですね。まあ、ちょっと手札回して、バーシル、2体目のバーシル出してみましょう。いや、竜入れなくてよかったな。全然入れなくてよかったな。で、相手のチュンリー、ヒーローアンス使って、百裂キックを入れていく。まあ、あいつに百裂キック入れる意味あんのか。さあ、バーシル出して、こうしていく。突進でダメージ与えるのはいいが、
あーシールが耐えてきたな。ブチです。そうだね、ユニットカード多いけど、ちょっとハチミツとかでバーシールを守りつつ強化していきましょう。おっとどうしよう。あーであいつヘルラスト出すか。ヘルラスト上に配置して育てていく。相手ロックマン出てきましたね。まあただ昇竜拳溜まってるんでまだ大丈夫かな。お、いいね、シールド出してくれるとは。手札を回転させて、ちょっとユニットカードが溜まってきたけど、もうおそらく出すことはない。あと打ち消しも2回できるか。まあできて1回かな。おっと重貫通、重貫通をロックマンにつけていく。さあロックマン出して突進を増やしていく。でこれでね、はいっと入れて、で昇竜拳して突進2回すればね、もう16点のダメージなんで、さあこれでラストですね。結構ギリギリだな今回。こっちのライフ2だったんで危なかったんですけど、まあまあまあ。で10点入れて勝利。危な、いや途中ねしくったのが痛かったな。さあ次行きましょう。さあ次ウェスカーか。悪夢からの使者ってなんだっけな、ポケットに戻すやつだっけ。お、なかなかいいっすね。バーシル出して速攻で育てていきましょう。で蜂蜜かな、蜂蜜入れて、蜂蜜3枚ある。で相手がなんかね魔法打ってきたら、まあ、残りの MP で浮かしていきたいんだけど、一発入れて、もう蜂蜜かな、いやもう飛んじゃおう、先に飛んでおいた方がいいな。ウェスカー黒はね状況が怖いんで早めに決着をつけたいですね。まあ、このバーシルは1回は死ぬって前提で打ち回っています。覚悟はできたか。簡単な除去だったらね打ち消しができるんで全然いいんだけど、まあ、抹殺とかはさすがに打ち消しできないかな。さああとは突進とかしつつ、そろそろ昇竜拳の圏内が見えてきた。はい突進していく。あいいね、はいこれ打ち消し、これ打ち消していいっすね。結構ね打ち消さないと昇竜拳が打てないっつうか AP がたまらないんだ。今回嬉しいっすね。でさあこれで昇竜拳たまったんで、でヒーローアーツ打って1個、まあ、アクション使ったらもうあれかな。でこれで9で9に18、うん、二次避難回収。レジェンダリー来たけど使うまでもなかったね。ここで昇竜拳入れて終了。ズガーッてまあまあまあ相手があまり除去とかねユニットカード出してこなかったんで、ね、相性が良かったかな。てかこのデッキ使ってる人がねあまり見たことないからね、なかなか対策するのも、ね、難しいですよね。さあモリガン3戦目はモリガン、まあ、結構この除去系とモリガン苦手ですね。で今回ねやばいのがモリガンの新カード、紫の新カードで
あのユニットで、あ、これ嫌な予感するな。これはまさか MP4 のデッキではないか。 MP4 で相手のキャラを奪うっていうねカードがあるんですけど、それ打たれたらもうねほぼほぼ何もできずになります。さあヘルラスト育てていく。で、そのめこれだよ。はい、済みました。あ、なんとか、まあ、一応ねまだユニットカードがあるんでいいんですけど、これきついんだよな。これ取られるのがね一番きつい。でできるとしたらこの竜のカードがあるんで、これで速攻で強化してもう殴り勝つみたいな。いやきついな。で出す上に出して、いやーシールドか、シールド入れていいのか。しまって、浮かしたい、浮かしておこう。浮かして、浮かして、あれちょっとまた取られた。あ、バウンスだよこれ、きついな。いやきついわ。あのこのデッキね、あ、一応打ち消しは入れてるとはいえ、相手のこのバウンス系ってアクションカードじゃなくてユニットカードのね効果なんだよね。あの全然打ち消しできないわ。でもどうしようもないんだけど、あ、しかも俺から奪ったヘルラスト強化してる。いやー俺のヘルラストが人化されたよ、これやばいっすね。まあね、ちょっと引きが良かったり勝利権がねうまくはまったりすると勝てんのかもしんないけど、かなりきつい。自分のヘルラストをぶん殴りに行くしかない。なんだこれ、 EX ポケット、あーダメージ系か、ダメだこれは。もうきついっすね。まあ自分のヘルラスト倒すけど、いやこれはもう負けを認めましょう。さすがにきつい。さあこのね4コスの無理がほんと強いんだよな。これは苦手ですね。ほとんど勝ってたことね1回ぐらいしかないかも。運よく勝ってたってだけで全然勝てないです。さあ次、お、レウスだ。火炎の防壁レウスはちょっと初めて見るかもしんない。だいたいレウスだったら激凛なんだけどね。はい、こっちの手札、ハゲのおっさんみたいか、微妙だな。まあこれは自己防止のねキャラなんで、まあでもね、レジェンダリー、竜のレジェンダリーカードのおかげでこのオロでもね殴り勝つことができるんでね。まあ攻撃力3で、ね、アクションカード大体ね、あのレジェンダリー打つ頃には6回ぐらい打ってるんで、まあ攻撃力10ぐらいにはなる。まあ攻撃力10もあればね、突進やら昇竜拳やらで何度でもなる。このカードを大事にしていくっていう方針でもありかな。さあアクションカード合戦でオーロラめっちゃ強化されていく。でオーロ2体目配置していきましょう。お、ヘルラスト来たんでこいつ出していきましょう。さあヘルラスト配置して、でまあとりあえず勝利拳打っとくか。猿のまれだしな。はい、でロックマン出して突進をコピーしていきます。12、これ打ち消し、確実に打ち消し。さあヘルラストが7で突進を、なんだろう、壁を使っていく。ちょっと効果がね分かんないです。で一撃入れて、で浮かしていくかな。そろそろ攻撃力1関係ない。突進でいいか。突進3枚もあるから、もうこれ突進あと2枚使ったら勝てるんで。
さあまず10ダメ入れて、でさらに突進使っていく。まあ、その前に一旦ちょっと危ないんで、これ殺されるんでシールド貼っておきましょう。お、いいね、ありがたい。さあ突進入れて、これで入れば勝ち。もう入りましたね。で、これで相手に打たせてね、突進を入れるっていう、アクションカード使えば使うほど攻防で強くなっていくんで、かなりいいっすね。さあリウス倒して、結構ランク上がってきたな。ちょっと C2 までは行きたい。さあ行きました、ウェスカー、選別ウェスカーですね。 C1 の黒き選別ウェスカー、これはあれかな、リベンジデッキかな。で、お、やや事故ってる。さあオロ展開して、で回していく。お、レジェンダリー来ましたね。これ結構最速で勝てるかもしかして。あー、オロか、あんまオロ出してもな。うわ、出たレジェンダリーの、今回出てきためっちゃ強いカード。とりあえず飛ばしていこう、飛ばしていこうつうか、シールド入れて、あ、ヘルダスト出てきたんでね。あれつうか、あれか、紫使ってるってことは何、なんか見たことないデッキだ。まあヘルダスト出したんで強化してみましょう。いや、ジュリー飛ばして、なんだっけな、あれあんま覚えてないんだよね、効果。手札回していく。73で、そろそろあれかな、レジェン、竜のレジェンダリー圏内にはなってきたと思うが、あー飛ばしておきたいな。ちょっと飛行で、飛行からの、あ、これは竜のレジェンダリー使って、待って、打ち消した方がいいな。あれだめだ、風水エンジンを回す。いやー、でもこれまた次も使われるな。もう行った方がいいな。これ行って、これ行って、竜使ったら勝てんじゃないか。さあ、来た。あー、もう全然通す。全然それ通します。これ入れれば勝てる。フラ6、12、24。即行ったな。はい。熱い。このレジェンダリーめっちゃ強いね。結構デッキの相性でもいいんだよね、引ける確率も高いし。さあそんなこんなで、お、次で C2 かいけそうですね、これは。おっと、電波熱気流か。このデッキあんま戦ったことないんだよな。うわ、事故ってる。超事故ってる。はい、回しを。あー、これで、あれ、まだいけるな。あと1回ぐらいはチャンスあるぞ。お、いいね。オロか。まあいいや。オロ出して、ちょっとこいつ、強化しよう。で、なんか知らないカード出てきた。診断かな、あれ。で、バーシル出てきたんでね。まあ結構いけますね、これは。で、バーシル出してみましょう。もっと真ん中に、いや最近あの1と10の壁よく見るんだよな。さあバーシル出して、バーシル強化していく。で、打ち消し2枚の突進に、まあヒーローシールドとユニットシールドか。まあこの辺の1コスカードをガンガン使って強化しつつ、まあそろそろね、調理、お、来た。いいですね。レジェンダリー来たんで、これを打ちますか。おっと、シールド貼る前にやられちゃまずいから打ち消し。さあ、打ち消して、シールドは成功すると。さあ、勝利権かわして。ただこれじゃあ倒せないか。あ、いけるね。で、早速この竜の。なんぼだこれ。
うわ、プラゴ10になるのか。10になってで飛ばしていくと。はい、飛ばす。ちょこれ飛んだ瞬間に22のダメージ入るんじゃないの、もしかして。飛んで入れていくみたいな。かわいそう。さあ、これで C2 行きましたね。その先に答えがあると信じて。いやー、結構なんかこんなクソデッキでもね、ある程度戦えるんでね、なかなか面白いですね、このゲームも。さあ、一旦今日はこの辺にしていきましょうか。また次の動画でお会いしましょう。